WBC ワールドバドミントンクラシック2始まりました。実況に水なる匠、解説に宇健タイガーをお呼びしております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今回もねすごく楽しみな戦いが見られるのではないでしょうか。まず一人目の選手ですね、藤田圭選手、2005年8月31日生まれ、若いですね。はい、ウケナタイガーさん、この人はどういった選手なんでしょうか。はい、特技がですねスケボーというところがポイントでして、はい、スケボーなので、あの日頃からすごく練習しているそうで、はい、とても足の動かし方が分かっているそうなので、なるほど、期待できる選手です。おお、もう俊敏に動いていくんですね。はい、2人目が吉田和樹選手、この人は、一番年上ですかね。はい、そうですね。おお、この人はどういったプレーの選手なんですかね。この方の特技が、野菜の千切りなので、手首の動かし方が分かっているので、スナップをうまく使えるという点では、なるほど、バドミントンで大事なスナップを、はい、もう熟知していると。そうですね、有利だと思います。なるほど。3人目、西山俊彦選手ですね。この人は、1997年8月生まれ、23歳ですかね。はい、この人はどういった選手なんですか。特技が歌ということもあって、肺活量があるので、お、長期戦になった時に有利なんです ですね、だと思います。なるほど。そして趣味筋トレということでね、はい、もうガチムチなんで、ものすごいプレーを期待できると思っております。そして今回の大会はですね、あ、出ましたね、ご覧いただいている通り、3人のリーグ戦、そしてリーグ戦で勝った人が前回大会優勝者の陣野選手と戦うということで、はい、前回大会陣野選手はですね、靴を脱いで本気になったら、まあ、優勝した、かなり、幸運でもありつつテクニシャンな人間なので、すごく楽しみです。そうですね、試合順が第1回戦は藤田圭、吉田和樹の戦いということで、早速1試合目始まりそうですね。始まりました。まずは吉田選手のサーブ、あー、アウトですね。はい、だいぶ2人とも緊張してますね。はい、そうですね、ちょっとガチガチな感じはありますね。まあ第1試合ですからね。あっと、藤田選手ミスが続いている。おっと、大丈夫でしょうか。これは今のところ足使えてないですね。はい、そうです。おっと、今のはクリアを打とうとして空振っている吉田選手。そうですね、吉田選手は手首がうまく使えてますかね、この状況。今はまだ使えてない状態ですかね。あ、そうですか。おっと、藤田選手こちらも、アウトと。アウトですかね。いや、ギリギリ入ってます。いいんですね、はい、うまいとこ攻めました。おっと、吉田選手がまたも空振り。自分のプレースタイルに持っていけれてない。そうですね。おー、裏で打っていく、さらに打っていく。おっと、藤田選手のミスですね。ミスが目立ちますね、藤田選手は。はい、藤田選手は結構ミスを連発する選手なんですかね。いや、今までの大会ではそういったことはなかったんですけれども。ああ、そうなんですね。はい、そうですね。ここで吉田選手がマッチポイントです。はい、打っていく。おっと、体勢崩した。体勢崩されました。そして最後左に打って、吉田選手ポイントでゲームセットと。はい、おー、カメラにアピールしてます。第1試合は吉田選手の、勝利ということで、はい、はい、まずは、リーグ戦に赤と三角がつきましたね。今の試合、ウケナさんから見てどうでした。今回はちょっと藤田さんのミスが目立ったので、はい、ちょっと次当たるときは期待して、西山さんと藤田さんの試合があるので、そこに期待ですね。そうですね、挽回してほしいですね。はい、第2試合目は西山俊彦選手と吉田和樹選手の試合です。
はい、2試合目始まりますね。どちらからサーブでしょうか。じゃんけんで決めてますね。はい、はい、西山選手からサーブですね。始まりました。おっと、これは吉田選手のミスですね。吉田選手のミスですか。吉田選手ミスが連発している。大丈夫か。ここでサーブが変わりました。とパワープレーの西山選手がどんどんと点を重ねていく。おっと、吉田選手が返せていない。相手のプレースタイルに持っていかない。西山選手かなり優勢ですね。もうマッチポイントですね、はい。今のは吉田選手のポイントですね、はい。ただまだマッチポイントは続いています。追い詰められてからの吉田選手のミス、あっという間に5点取って西山選手勝利ですね。本当に圧勝ですね、はい。早いですね。早かったですね。最速なんじゃないですか。はい、そうですね、多分 WBC 始まって以来の、はい、スピード感、はい、すごいですね。丸が2つついて三角も2つつきました、ここで3回戦が始まろうとしています。引き続き西山俊彦選手、そして前回負けました藤田圭選手ですね。ここで西山選手が勝つと、もうその時点で優勝ですね。はい、そうですね。気になる戦いです。まずは西山選手サーブで1ポイント取りました。サービスエースが多いですね。そうですね。おっとスマッシュを打っていったが出たみたいですね。アウトですね。おっと、足を動かせていないぞ。まだ固まっているんでしょうか。先ほどやっぱりあれだけ圧勝した試合を見せられてますからね、藤田選手は。やはりここは緊張しているのではないでしょうかね。藤田選手のサーブですね。前に落とされた。甘いサーブだったか。これも藤田選手動けてないですね。動けてない、足を使えていないですね。ちゃんとバスケじゃないわ、ちゃんとスケボーをやってたんですかね。もうマッチポイントです。早い早いと、今回もあっという間に。おっと、今のも西山選手のポイント。早い早いですね。早いぞ。スピードスター西山となりました。ということで西山俊彦選手2勝ということで、はい、リーグ戦勝ち抜きまして陣野選手との一騎打ちになります。はい、いや西山選手強かったですね。西山選手は本当に強いですね。強いですね。相手のプレースタイル持っていかせませんでしたね。パワーで押し切りました西山選手です、はい。さてそろそろ始まりました。西山選手と陣野選手優勝決定戦でございます、はい。WBC1 回目と2回目の優勝者どちらが勝つのかを前に落として、まずは西山選手のポイント。陣野選手はどういった選手なんでしょうか。陣野選手はですね、ダンスがうまい、もう本当にうまいので、うん、そこであっと前に転がされてから落ちた、はい。藤田選手と同じで足のテクニックがすごいので、そこを生かしていけるのかというのが気になっていくと思います。なるほど、そこが鍵なんですね、はい。ただやはり西山選手は相手のプレースタイルに持っていかせない、そしてミスを誘う。おあっという間に4点取ってしまいました。もうマッチポイントです。マッチポイントですね。早い、さすがスピードスター西山なのか。ジェルからのサーブクリア、上げていく、前に落ちる、すかさずスマッシュを打ちました。西山選手優勝です。
ガッツポーズが光っている。ピースが光っています。素晴らしい。全部圧勝ですね。圧勝ですね。はい。いや、西山選手強いですね。強いですね。ここまで強い選手だとは僕はあまり認知していなかったんですけれども、浮名選手どうですか。はい、浮名さんですね。失礼しました。西山選手、優勝しての感想をお願いいたします。いや、嬉しいですね。やっぱちょっと疲れました。ありがとうございます。やはり前回王者の陣野さんを倒したということで何か掴めたものはありますか。いや、そうですね。なかなか楽しかったです。カンボジア代表として。いや、でも何なんか。カンボジア代表として。うん、カンボジア、これカンボジア代表出身の国の皆さんに一言。まあ、ちょっと夢をね、与えれたらいいなと思います。これからも頑張りますんで、カンボジアの皆さんも頑張ってください。ありがとうございました。西山選手、ありがとうございました。優勝した西山俊彦選手でした。イエイ、勝ったよ。はい、会場の石田さん、どうもありがとうございます。ということで WBC ワールドバドミントンクラシック2、優勝は西山俊彦選手で幕を閉じました。はい、ここでですね、今情報が入ってきたんですけれども、はい、前回大会の陣野選手の優勝を見て奮起したと言って、練習にさらに磨きをかけたようです。西山選手、以前もね、すごい筋トレで頑張っていたんですけれども、はい、さらに追い込んで、で今日の優勝ということで実を結びましたね。はい、そうですね。やっぱりこの筋トレと練習が、うん、そうですね、かなり実を結んでいたと思います。はい、次回の WBC も皆様お楽しみにしていてください。実況水成匠、解説浮名大河さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。